35歳からのビムシム、ビムシムレッスン TV オンライン特別企画、オートキャドマスターへの道その3。ビムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルで、オートディスク製品のオートキャドとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画でお届けしています。おかげさまで皆様にチャンネル登録いただいております。ありがとうございます。オートキャドですね、このくらい5500件以上ですね、 Q&A お答えしてきた私が教えるオートキャドというところになります。オートキャドですね、起動するっていうのは、もうあんまりいらっしゃらないかと思うんですが、エクスプローラーからダブルクリックして起動するっていうよりは、最初はですね、できればディスクトップ等にあるアイコンから起動をしてくださいっていうところになります。で、オートキャドが読み込めるのは拡張子が DWG と DXF、 ただしできれば他社ソフトで作った DXF というところになります。で、画面の構成はこのようなですね、構成になっています。リボンタブで動いていくというところになります。構成ですね、アプリケーションのツールバー、クイックのアクセルで、ファイル名があったりリボンタブと作業画面と、一番大事なのはここで言うと、ここちょっと見づらいんですが、コマンドラインと呼ばれるところで作業をしていくソフトということになります。だからちょっと直線的ではないかもしれないですね。コマンドでどういうものかっていうのをまた後々にお話をしていきたいかと思います。またオートキャド独特というと、モデル空間とレイアウト空間、これもまたですね、後日ですね、お話をさせていただきたいかと思っています。はい、リボンタブのところですね、中というところとリボンの部分ですね、接する場、リボンタブ、下にありますモデルとペーパーとあるのは、横についているところですね、ちょっと内容は変わってきます。基本的にはモデル空間で原寸で作成をし、ペーパー空間で図面枠というし、どういうふうに見せたいかというのを決めていくという空間になります。この話もまた後日ですね、お話をさせていただければと思っています。また赤枠で囲んであるところですね、このコマンド類覚えていただけ、本当はもっとコマンドたくさんあるんです、あるんですが、よく使われるものだけですね、アイコン化して表示をされているという状態になります。ホームタブの中にあるもの、挿入の中にあるものですね、注釈の中にあるもの、パラメトリックの中にあるもので、出力の中にあるものっていう風にですね。またオートキャドもレビットもそうなんですが、どういう時にご質問って多いのかっていうと、ソフトの触り始めだったり、ソフトのバージョンを変化させなきゃいけない時、またソフトを普及した後にですね、社内でルールを決めようとする時とか、あと他社の方とお仕事を始める時っていうのは質問っていうのは結構多いです。また後日ですね、その中からいくつか今までの中の経験を踏まえながら一問一答の動画を作っていきたいと思っています。無料のオープンチャットですね、こちらはキャドオペさん専用の、3週間しかいちゃいけないっていう0期のですね、オンラインサロンの募集となっています。ビムシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でお受けしています。 LINE 限定セミナーやイベント情報などをお届けしていきたいと思っております。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでとなります。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノータムでした。